写真拡大。選抜高校野球1回戦、市和歌山5の4花巻東、23日、甲子園球場。市和歌山が花巻東の驚異的な粘りを振り切り、2年連続で初戦を突破した。1点を追う市和歌山は2回、6番田島の荻比で追いつくと、3回にはバント安打などを絡ませ、5安打で3点を挙げた。さらに6回には4番寺田の2塁打から石3塁とし、田島が中前に弾き返した。寺田は3安打の活躍。花巻東は初回に5番小沢の右前打で幸先よく先制。9回に4番田代の中前打などで3点を返す粘りを見せたが、そこまで。市和歌山の米田は完投し、佐々木を4打数無安打1四球で打った。